すがにカットするよな。さすがにカットしとけよお前。いやコーラ音なんだよ。関係ないよそんな。いや俺すごいことがあるんですよ。何？あのゲップが何回で出せるんですよ。怖えよ。怖えよそれが一番。怖い話しようよって誘われて怖い話し終わったらゲップを延々と出してくるやつ一番怖えよそんなの。なんかの妖怪だよ。人ん家に来て延々にゲップを出し続けるなんかの妖怪だよ。はよはよやって。おめえこんな雰囲気作らせてお前やれねえよちょっと。いやじゃあ作りますんで。いや俺そんなこと言いますけど、うん、七子さんさ、うん、あのさっき俺が怖い話してる時に、うん、結構顔に出てましたよ。この話知ってるか。顔に出ちゃダメなんだよねやっぱね。せっかく一生懸命話してくれてる。でも俺も知ってる話多分すると思うから、すごい有名な話だから。うん、いや多分8割方知らないですよ俺。まあ、はい、いきましょうか。有名な話なんでちょっと恐縮ですが、はい、あそんな前振りいらないんで大丈夫です。ですね、はい、この話が、はい、まあ、K さんという、まあ、方がいらっしゃいまして、はいはい、まあ、イニシャルで K さんとちょっと、まあ、便宜的に呼ばせていただくんですけれども、はい、まあ、その人がすごく山登りが趣味の人だったんですね、うん、はいはい、で、まあ、本当にその山登り自体がすごく、まあ、本来危険なものであると。で特にまあ山登りって言ってもこう何でしょうね、ハイキングコースをこう歩いていくとかじゃなくて、まあ、崖とかをロッククライミングとかをちょっとしながらね、はいはいはい、登ったりとかするような人なんで、まあ、すごく、まあ、危険な趣味をしている方だったんですよね。で、まあ、その K さんがちょっとまあ、友人の、まあ、ここもじゃあちょっと便宜的に T さんとさせていただこうかなと思うんですけれど、はい、まあ、その T さんにまあ、ちょっとお願いがあるんだと、うん、やっぱり僕この趣味ものすごく、まあ、危険な趣味だし、そうですね、でまた K さんには、まあ、奥さんも娘さんも、まあ、大事な家族がいたんで、はい、まあ、T さんにちょっとその、まあ、いつ僕がこの趣味をやってて、まあ、何か事故に巻き込まれることが、まあ、ないことはないのと、だからちょっと僕にもしものことがあった時のためにビデオレターをちょっと残したいな、その僕にもしものことがあった時のために家族にメッセージを届けるビデオレターをちょっとまあお前に撮ってほしいんだと、で撮ってお前に持っててもらいたいんだっていうふうに友達の T さんにお願いをしたんですね、はい、で T さんはやっぱりそんな何かがあった時のためにまあ遺書みたいなもんだから、ね、そんなちょっとね縁起の悪いようなことはやめておこうよっていうふうに K さん話をしたんだけれど、いやいやでも本当にやっぱ俺この趣味をやめるつもりもなければ、でも家族のことはすごく大事だから、なんかお守りのためにでもちょっとやっぱり残しておきたいんだっていう風に無理を言って話して、まあそれならということで T さんも渋々そのお願いを受けたんですね、はい、で、まあ、ビデオレターの撮影を始めまして、まあ普通にその T さんが撮影しながら、まあ、K さんが一人椅子に座って、ビデオレターに語りかけるんですね、まあ奥さん娘さんに、まあ君たちが今このビデオを見てるということは、僕はもしかしたらもう死んで亡くなっているのかもしれませんね。でも、まあ、お父さんはすごく好きなことをして亡くなったのかだから、とても満足していますし、残したみんなには本当に申し訳ないと思うけれども、僕の分まで幸せに生きてくださいと一人ずつに感謝の言葉を伝えるんですね。奥さんに今まで一緒に寄り添ってくれてありがとうって、娘さんにもまあ、立派な大人になってねって言って、はい、でお父さんやその K さんのお父さんとかお母さんにも今までありがとうっていうようなそういう感謝のメッセージを伝えて、まあそのビデオレター撮影をしたんですね、はい、で K さんもありがとうって言って、T さん撮ってくれたおかげで、まあすごい大事に持っといてねっていうふうにお願いしたんですね。その1週間後に、まあ、K さんがちょうどその崖でクライミングしてる途中に足を踏み外してしまって、はい、で普段はまあ安全マットとかを下に敷いてるんだけれども、まあ、何かに引っ張られるようにもうこう安全マットを外れたところに落ちてしまって K さんは亡くなってしまったんですよね。でまあ
まあ、告別式やそのお葬式にその T さんも友達なんで呼んでもらって、もう奥さんも娘さんもご家族のみんなもすごいもう悲痛たる思いで、もう本当にお父さんにはそういうのやめてほしいと思ってたから、すっごい泣け叫んでて、もうまあ、見てらんないような状態だったんだよね。でもまあ家族みんなでその葬式も済ませて、ちょっとずつちょっとずつ気持ちが落ち着いていったタイミングの時に、T さんからそのご家族の皆さんに、まあまだ本当にショックが大きいと思うんですけれど、まあ生前に僕は K さんから家族の皆さんに残したビデオメッセージを預かってるんです。でそれをもしよければ皆さんにお渡ししようと思うんですけれども、っていう風に話をして、はい、うん、でやっぱみんなもやっぱすごくそれはなんかまあ辛いものはあるけれども、でもそれはお父さんからの最後のメッセージだし、やっぱりそれを供養の意味も込めて、まあ幸せにその、まあ、手に登っていただくっていうことを祈りを込めて、みんなでビデオメッセージを見ましょうかっていうふうに話になったんですね。はい。で、まあみんなでその家に帰って、まあ家族みんなと、あとはまあそこに T さんも一緒にそのビデオメッセージ持ってきた、ビデオカメラ持ってきてテレビに映して流し始めたんですね。そしたらあの時と同じように K さんがまあ僕がこれを見てる頃ぐらいにはみんなも僕はもう死んで聞こえないで、あれってちょっとずつ画面がザザザってこう音声が乱れて、えって小田奥さん、死にたくない急に K さんが何かに手を引っ張られながら死にたくないって叫びながら連れ去られていくところで、ビデオの映像は消えたんですね。家族のみんなは T さんになんてものを見せるんだと、いたずらにしては立ちがひどすぎるってことで、まあものすごい剣幕で怒られたんだけれども、 T さんもこんないたずらのつもりでこんなことするつもりはないって言って、まあお寺にそのビデオカメラを供養しに持っていったんだけれども、お寺の人はもうまあなんてものを持ってきたんでしょうって、もうこちらでは取り扱えないかもしれませんが、まあ処分させていただきますと。でどういうことなんですかっていうふうに家族が聞こうとするのを、お寺の人はもういやいやいやってこう話したくながらないようにされてるんだけれども、そこをなんとかっていうふうに話を聞いたら、もうこれはすごく、まあ、伝えるのは心苦しいけれども、お父さんは地獄に落ちてしまっていますと。むしろもうビデオカメラを撮影したタイミングでもうこの世の人じゃなくても、そのすぐに事故に遭ってもおかしくなかったけれども、まあ、1週間生き残りやったのが不思議なぐらいですねって言って、そのビデオカメラはそのお寺で処分されましたと。不思議な話ですね。お後がよろしいようでよかった。いや俺びっくりするの嫌なんですよ。死にたくないの下りからまだあるんじゃねえかと思って。ね、難しいよねこれね、驚かせるタイミングがすごい。いやでもこれは本当に後味悪くてきついなーっていうホラーの話だったんだけれども、すごいお気に入りだったんで。怖いっす。ちょっと丁寧にお話をさせていただきました。はい、お後がよろしいようで。ありがとうございます。ありがとうございました。いや普通に怖くて嫌なんだけど。あよかった。俺やだよこれ、後からビデオ見たら。うやめてください、やめてください。編集よろしくお願いします。やだ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 、本当にやだ、怖いよ。俺これ夜一人で編集できない。いや本当変な映ってた、いや